これで大丈夫ですか？何か貴重なものが見つかりそう。少し見て回りたいな。ねえ、どこに行くのさ。ここにしよう。たまに懐いてくる魔物がいるのよね。出入りしすぎて仲間と思われてるとか。なかなか居心地の良い落ち着いた空間じゃな。でしょ？自慢の隠れ家だよ。ここを拠点にいろんな冒険をしたんだよね。そうじゃ。そういえばお主ら、故郷には遺跡があると言っておったな。うん、空剣島はあちこちにクリント王国時代の遺跡があるんだ。なあ、少し案内してくれんか？興味あるの？ソーハシ族は基本的に風跡から離れんからな。人間の文化には学術的に興味がある。なら今は里から出ていいのかという話になるが。細かいことは気にするでない。カラさんがそう言うならもちろんいいよ。久しぶりに僕らも見て回りたいしね。よし、この改良型淡水化装置が完成すれば水質は今より格段に良くなるはず。あとは水源のあった頃と同じになるかどうかね。今より良くなるのが確かなら作ってから考えてもいいんじゃないかな。そうだね。うん、わかった。材料を確認したら早速作ってみる。流星の古城とはどのような場所なんじゃ？簡単に言うと対フィルフサ用の防壁だね。何作ろうかな。材料は、材料は入れる場所は入れる場所は材料は入れる場所は材料は入れる場所は こんな感じかな。よし、行け。うん、完成。できた。淡水化装置につける浄化装置、これがあれば多分完成したみたいだね。うわっ、びっくりした。いつの間に来たのよ。できたってライザが言ったのと同じくらいかな。その様子だと自信ありみたいだね。まあね、これを今の淡水化装置と接続すれば通った水を浄化してくれるはずだよ。それでどれだけ水質が良くなるのかはやってみるまでわからないけどね。それなら早速答え合わせをしよう。あ、あとは任せて。僕がこれを取り付けてくるよ。本当にお疲れ様、ライザー。
してるかな。大侵攻から民を守るために作られたんだ。まこと、フィルフ。とは厄介なものじゃの。ここでいいの？何年かこの地に腰を下ろし、じっくりと調べてみたいものだ。僕たちの出番だね。なあ、あいつ強そうだ。戦いに行かないか？魔物が固まってるな。やるか。ふむ、敵のようじゃな。さあ始めるよ。準備は良いな。いっけ。僕が先行するよ、カラさん。さあ、サポートは任せて。心配せず行こう。ライザ、ライザ、これでどうだ。はじけんし終わって、まとめて切る。ゆけといて。おい、今なら鍵を作れるんじゃないか。わかったよ、オスク。この感じ、足剣、まだ気をつけて。嫌な予感がします。一気に行く。オスク、いいよ。マウス、おい、今なら鍵を作れるんじゃないか。よし、やってみる。まあ、いいさ。そ、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 力を打つ。聖なる光を喰らえがよい。そこ、この位置なら今なら回るぞ。まず全員警戒しろ。タオ、サポートは任せて。行こう、ライザ。こっちじゃ、こっちじゃ。それせーの、まもったつよ。違うよ、位置なら。はい、ここなら通る。やれないんだから。余はいらないよ。そこ、この位置なら。そろそろ終わりか。早く、様子がおかしい。始めるよ。全員警戒せよ。いっけー。私たちの勝ちだね。まだまだ強くなれそうね。強くなっちゃったみたい。少しでも早くお前らに追いつかねえとな。強くなれたみたいだ。見つけた。ライザなら有効活用してくれるよね。ボス、任せるよ。うん、こんなもんかな。ま、こ
この程度余裕よ。攻撃が通りそうだよ。さっ、やるかんと。力を。うっ。よく見えた。まだいける。せ、せーの。よくぞ。燃えろ。任せて。見えた。こんな技も使える。あいつ、今なら攻撃が通りそうだよ。タオ、よくやった。どれにしようかな。これで行くよ。はあ、聖なる光を喰らえがよい。当てるよ。これで最後だ。はあ、最強の技見せてあげるよ。くらー、止まって見えるね。悪いけどこれで詰みだよ。曲よ、あだ出す敵を打ち砕け。奥義アインツェルカップ。当てるよボス。やっちゃって。しまいじゃ。おい、今なら鍵を作れるんじゃないか。当てるよ。この道なら一気に行く。これなら避けられるか。まだ行ける。しゃ、今なら私の戦力だよ。とどめて。みんな気をつけて。あとだけ仕留める。すごい攻撃が来そうだ。まだいける。よく避けられる。魔法もあるぞ。どれに新たな鍵を作れそうだな。新たな鍵を生まれろ。当然だ。行くぞ。まだいける。とどめて。終わって。ボス君、いい？行くぞ。くらえ。二刀で決める。コアクリスタル、面白そうだ。頼むぞ、コアクリスタル発動。守りが解けた。今なら楽に倒せそうだ。未だに学ぶことは多いものじゃ。次はドイツが相手をしてくれるんじゃ。早速報告しよう。近くじゃない。竜に関するものは結構あるみたいだけど、前に一人で来た時はそれすら見なかったな。不思議な力だね。
どうした？なんかこの辺違和感が。まさか貼り付けられたページが存在していたとはな。うまく剥がせてよかったよ。よく気づいたな、ライザ。ほとんど他と変わらない状態に見えたが。いや、偶然だよ。たまたま触ったところが妙な感じになってたから気づいただけで。それでまた新しいページが出てきたわけだが、何が書かれている？わかんない。他のところと同じようにアンペルが解読しないとダメか。アンペルさんはこのページ知ってるのかな？こうしてくっつけられていたのだから、おそらく知らないと思うが。だよね。でもこんな風に文字が書いてあったんだから、新たな発見につながるかも。どうだろうな。何が書かれているかは分からんが、ライザが求めているようなことではない気がする。このページのこともライザではなく私がアンペルに伝えておこう。そう？まあリラさんがそう言うなら。あ、リラさん何を感じ取ったんだろう。何作ろうかな。入れる場所は、入れる場所は、何入れようかな。どこに入れよう。材料は考えすぎか。鍵の出番ね。入れる場所は考えすぎかな。鍵の出番ね。鍵の力期待してるよ。考えすぎかな。
何入れようかな。どこに入れよう。こんな、よし、いけ。うん、完成。どれにしようかな。よし、いけ。必要なのはたくさん作っとこうかな。よし、完璧完璧。たくさん作っとこうかな。よし、うん、バッチリ。必要なのはたくさん作っとこうかな。よし、うん、バッチリ。必要。あ、帰ってきてる。さてと、何をしよう。いっぱい食べて。いってらっしゃい。さてと、何をしよう。いっぱい食べてね。いってらっしゃい。旅先で捕まるってなかなか経験できることじゃねえよな。なんだ、デントも試してみたいのか。いや、絶対勘弁だって。